ちじゃないこっちなん。有名な橋。あ、いいじゃん。あ、このハーフロックがよく見えるんや。カモ。なんか名前をいろいろ変えすぎじゃない？ハンドームって言ったりハーフロックって言ったりさ、なんとなく言いたいことはわかるんだけど。あ、すごいね。あ、めっちゃ綺麗だ。何これ、幻想的やね。すごいね。アメリカすごいな。いや、超アメリカ。こっちもいいよ。超アメリカ。ね。こんな感じね。ハーフドームをバックに川と一緒に楽しめるっていう。ヨセミテ国立公園でしたっけ。はい。素晴らしい。もう一日中リラックスした状態でのんびりお散歩ができる。しかも今の時期の気候が非常にいい。暖かい、寒すぎず暖かすぎず。今晴れてるけど。今晴れてるけど。月？あ、滝ね。あ、せや、滝はね枯れてるね。滝は雪解け水なの。結局あの滝は雪解け水、風呂じゃない、冬の間に積もって凍ってしてる水が徐々に溶けて8月には終わっちゃうという滝ね。そんな滝もあったりなかったり、ね、でも別の滝はなんか、なんちゃら滝は流れていると。セレブレーション滝はなんだっけ、セレブレーション、そんな名前セレブレーション滝は名前だった。年中流れてるのかな。今の時期も流れていると。ブライダルベール、ブライダル、ブライダルベールフォール、ブライダルビール、ビール、ベール、ブライダルベール、これじゃない、あーテンテレンじゃない、ブライダルベールね。あ、確かにブライダルベールみたいな見た目やった。本当、うん、テンテレンみたいな。そう、あの白い白いやつやろ、うん、なんか下の方さそんな感じになってた。綴りが合ってるかは知らないけど、いやもうそれ以外考えられへん。そこにチャペルもあるし、それ以外考えられへんっていう場所です。カモが元気に泳いでます。ね、いやー、こらええわ。こんなとこ住んでるカモはもう幸せやろね。いやー、これこそカモの住むべきところやわ。すごいよね。あ、あのお姉ちゃんさっきすれ違った気がする。まだ運転、あの、まだあれかな。せかも見終わって。駐車場探してんのかな。帰るとこかな。素敵。ね、完全に映るのってほんま奇跡みたいな状態やんね。全く風がない。一回ニュージーランドのなんかようわからんとこ行った時にめっちゃ綺麗に映ってたけどね、山々が湖に。確かに見てたら登りたくなるね。こっち側からやったら計画的簡単なんじゃん。こう緩やかやし、こっち逆に反ってるぐらいじゃない。こういう感じ、うん、反ってるのだいぶ難しいで。いいなこういうところ。邪魔。消そう。フォトショーで消そう。みたいなやつ。うん。ライトルームでも消せるんや。便利。でもライトルームのが荒いけどね。フォトショーみたいに綺麗には消えない。まあまあ遠目には。
え、ライトルーム使ってるんだったらフォトショーも使っ、いや、ライトルームだけのだけのプランがあるの、うん、え、そうなんや、いくら、え、月1000円月1000円払ったら、これもなんか月900何ぼで税込み1000円みたいな感じ、宣伝ちょっとみたいなやつでフォトショー使ってるけど、なんか簡易なフォトショーじゃない？いや、バッチリフォトショーやった。なんか2つあるのかな、フォトショーメインのやつとライトルームメインのやつ。あ、それはそうかも、うん、ライトルームはよく分かってないから 何のやつなんか、ね、せいで水面が揺れるんだよ。カモのせいで。かわいいやん。かわいいカモ。絶対魚捕まえられへんくないこれ。ね、見えすぎてるよねお互いに。敵に体がバレバレやん。じゃないんじゃない食べてるのは。かわいいなあの足。あの足のあのくちばし。ああ。なんてかわいいんや。見てあの足、あんなちっちゃい足一生懸命嗅いでんねん、やば。やば、今だいぶ風止まってんの。あ、人がおったか、お前人が消えた。あ、本当だ、人が消えた。綺麗に映って見える逆さ富士やな。いいね、俺も写真撮ろう。いいね、集中しすぎて鼻が垂れるよ。逆にあのてっぺんぐらいにカモさん行ってくれへんかな。確かに、あそこに行ったらてっぺんに登ったことになるかな。なるんちゃう、ちょっと行ってみんや。バホーンみたいな。絶対これさ、飛び込んだらつくやろうね。どんぐらい深いんやろ。身長ぐらいはあるかな。なんかスケスケすぎて分かれへん。こっちなら行けそう。うん、こ、あ、クモさん来るんちゃうこれ。お、お、盗聴中です。クモさん、ほんまや、盗聴中です。クモさんが、お、クモさん、クモさんのせいで水面が空を飛んでいます。クモさんが角度変えたら登った風になるか。いいね、カム大きいだね、こんなところに生まれて。ねえ、ほんまに羨ましいよ。ここに住んでた先住民になりたい。東京のドブ川なんかで育って生まれてしまったらとんでもないもんね。食べ物だけはあるだろうけど。かわいいな、カモさん。ヨセミテバレイ。The Story of Half Dome。ストーリーがあるんよね。何のストーリー？なんやろ、ミオニアザゴー。グラニテ。ラージャー、ミラーレースに行かないとミラーは見れないのかと思ってたけど、どこもかしこもミラーだね。もっとミラーなんじゃない？もっとミラーなんじゃない？もっとミラーだね。There is? There never was matching half。 ん？残り半分がマッチしてなかったんじゃん。どういうこと？Under cut by Glacier near the base。Slab of rock fell away from the road but vertical って何？ Crack in the granite leaving a surface remnant of the missing rock still project。 はぁ、これはもしかしてこの半分を探すプロジェクトをやってるぜってこと？違うか。じゃあ、モア・ラニテ・ドーム。永遠の謎でやり的な感じじゃない？うん。ヒア・ザン・イン・エニー・アザ・プレイ・ピン。探してはないとは思うけど、永遠の謎でやり。
半分どこ行ったか。わかんないけど、グラントみたいな感じじゃないですか。でかいみたいな。グランデ。知らんか。わかんない。じゃもっとでかいドームやったと。半分どっか行ってもうた。ゼロモグラントン。ゼロ、ゼロモグラントン。Any other place in the world？ ゼロモグラントン。よくわからん。英語はむずい。あ、この川に入りたい。わかる。声の川って入っていいのかがわからない。さっき入っちゃったけど。うん。まあ犬も入っとったし、カモも入っとったからええんちゃう。でも人間は許されないことがあるよ。せやな。ここは入ってはならぬ的な。罪深いからな、人間は。ということで SNS にあげないで、わからないから。私だけにちょうだい。叩かれたくない。でもほら、あの人も絶対入ってるはずやで。裸やし。入ってそうだね。それ入ってそうだね。それのために来たみたいな人なんちゃう。でもノースイミングとかは書いてなかったね、とりあえず。うん。あそこには。飛び込むなとは書いてた。うん。うん。回れんのかな。ちょっと回れそう。あんない。あんない。いけんちゃう？とりあえず歩く道はあるよね。うん。あるんじゃなかったっけ？あ、こっから渡っていったらね、横断歩道で。掘られてるね。